少子高齢化により労働人口が減り始めた現代、健康経営という新しい企業の取り組みが注目されています。企業が従業員の健康づくりに積極的に関わることで、従業員の活力と生産性を向上、その結果組織が活性化し業績向上、企業価値向上へとつなげていく取り組み、それが健康経営です。国や自治体により健康経営に取り組む企業を社会的に評価する環境づくりも進んでおり、企業イメージアップや人材確保にも効果的です。元気で長く働き続けられる職場づくりに取り組むことは、これからの企業の成長に欠かすことができない時代になってきています。それでは健康経営に取り組むには何から始めればよいのでしょう。大同生命ではそんな企業の悩みにお応えするため、健康経営の実践をトータルでサポートする健康サポートプログラムを提供しています。健康経営の基本は従業員の健康診断の受診と管理です。従業員全員が健康診断をしっかりと受診するようサポートします。専用窓口に電話をするだけで、全国1400カ所以上の提携医療機関からニーズに合わせたお近くの健診機関の紹介、予約代行を行います。また一人一人の健診時期に合わせてメールで受診の案内を行い、健康診断を受けた後は結果を郵送するだけでデータ化され、御社専用のウェブ画面でいつでも確認できます。過去の健診結果も見れるので健康状態の変化を確認できます。さらに将来の生活習慣病の発症リスクが分析され、従業員一人一人に見える化されるので健康への意識が高まります。会社全体の健康リスクの傾向も分かり、健診未受診者や二次健診対象者のピックアップも簡単です。管理者が閲覧できる情報は法令で定められた健診項目に限定されていますので、従業員のプライバシーを守りつつ会社として必要な健康管理ができる仕組みになっています。毎日の体の状態や活動量をチェックできる健康促進ソリューションも提供します。ウェアラブル端末やスマートフォンとの連携により、体重や血圧、歩数、睡眠時間など毎日の体の状態や活動量を自動的に記録しグラフ化します。スマホに食事を入力すると栄養士からアドバイスが届き、簡単にカロリー管理ができます。さらに健康的な生活を続けるモチベーションを向上するためポイントプログラムも用意しています。ウォーキングキャンペーンなどの健康イベントに参加することでポイントがもらえ、たまったポイントは1万点を超える商品やサービスの購入代金としてプログラムにあるショッピングサイトで使えます。より積極的に健康増進に取り組みたい企業様向けに、企業様の費用負担で従業員の健康行動にポイントがつけられるコースもご用意しています。このように会社として健康経営を実践するためのさまざまなメニューがパッケージ化されています。従業員の健康と企業価値向上に向けて、これからの企業に求められる新しい成長戦略、健康経営、健康サポートプログラムで始めてみませんか？